どうもタッカーです。 MLB ダショー18ロードトゥダショーやっていきたいと思います。前回シーズンがね終わりまして、これからポストシーズンに入るというところになります。相手はシカゴカブスが相手になるみたいですね。こんな感じです。はい、全部で5戦あるみたいなので、まあ、参戦した方が勝ちって感じですよね。はい、ということでやっていきたいと思います。いや短期決戦なんでね、もう本当に一戦必勝、って感じですよね。さあではちょっと進めてみましょうか。お早なんか進むの早くなかったか今。特にあれなんですね、このポストシーズン始まる前になんかこう監督がこうみんなのロッカールームでみんなになんか言うとかっていうのは特にないんですかね。まあいっか、とりあえず行きましょう。Again, everybody, Matt Vasgersian welcoming you to our exclusive postseason coverage on MLB Network. With me is Mark DeRosa and Dan Plesac, and Dan, we'll start with you. This series has the feel of one that's about to get very interesting. Well, here's a little comparison of these two teams. Looking at it earlier, to me, the story is all about the pitching. Both squads have some good arms, and the team that gets the best outings are probably going to come out on top. Postseason is officially in full swing. Lineups and first pitch coming up next. さあ行きましょう。いやーいいですね。ちょっとこうテンションが上がる感じでしたね。さあということで、まあ正式なこのシリーズディビジョンシリーズって言うんですよね。さあということでホームでのね、まあ、開幕戦っていうのかな、ポストシーズンの開幕戦でいいのかな。はい、ということで、まあブレーブスの、ね、先発はカエル・ヘンドリックスですからね。はい、確かカエル・ヘンドリックスって昔シカゴカブスにいたと思うんで、まあ、フルスとの対決っていう感じに、ね、なるんじゃないかな。ちょっとねこの辺はカットせずに打席までは、ね、行こうかなと思います。いやー、まあ、クリス・ブライアントとかいますからね。It had to be win day when you get in a car to drive to the yard. You tell yourself, even though you felt bad about it, just get two or three. いやー頑張ってほしいなカイル・ヘンドリックス。18勝してますからね。まあ防御率は 3.20 なんで、まあめちゃめちゃいいかっていうとそうでもないかもしれないけど、まあでも18勝してるっていう実績はありますからね。まああとはやっぱりタッカーがね、自らこうたくさんヒットを打つっていう、まあ、そこもヒットだったりホームランをね打つっていう、まあ、そこも大事ですよね。先発はまあ基本はほとんど変わらないかないつもと。いやでもホーム開幕戦はやっぱりいいですね。さあ行きましょう。Coming to the plate now, Tucker, as he's got a chance to tie this ball game up with that equalizing run just 90 feet away. もう早速チャンスですよ。さあ見ていきましょう。ドリュー・スマイリーでいいのかな。フォーシーム、カーブ、カットボール、チェンジアップか。OK。まあストレートもそこまでは速くないですね。
オッケー。まあ、初球はまずね、ちょっとボールの感じとか、あとはどういうフォームでね投げてくるのかっていうのもまず見極めたかったんでね。さあここから。オッケー。いやーでもちょっと1点早速取られてますからね。ここでできれば同点にはしておきたいですけどね。あーくそー悔しい今、いやミスショットだわ完全に。これいやーしくったー。おピッチャーの打席ですね。おーナイス、とりあえず同点に追いついてる。オッケーオッケー。大丈夫か。あー大丈夫ですね。おーもうなんか早速結果がもう試合終わったとこもあるんですね。なるほど。あそっかそっか、ワイルドカードね、それぞれねリーグでありますからね。さあ行きましょう。ちょっとさっきはミスショットしてしまったので、うーんちょっと多分ねボールの下面叩きすぎたんだよね。いやいやいや、今のは振るべきじゃない。You know, we saw these guys around the cage during batting practice and they told us they were going to be aggressive. I think this is getting a little ridiculous. They better watch themselves if they don't start putting the ball in the eighth inning cruising. And he'll take it to the bag himself for the out. So in now for Chicago, Kyle Schwarber. He looked to bounce back after striking out last time up. いい試合展開。さあこれはゲッツー行きたいですね。よっ。OK。That's a great example there of why the sinker is such an effective pitch. The hitter's eyes see it higher in the zone than it ends up, and that makes it real tough to square up.いいね、2対2。ヘンドリックスもちょっと頑張ってますからね。行ってくれ、伸びろ伸びろ。あーくそー、ちくしょう。もうひと伸び足りなかったか。It was a walk in his last trip. This guy has been unbelievable. There were billboards outside. クリス・ブライアント、この選手もちょっとね要注意ですからね。OK。よしよしよし。あーそっか、コントレラスもあれかいるんですね、カブスに。あーこれはまあでもファーストかもしくはサードに踏んでってもいいですよね。あ踏んでいこう。 OK、うん、よしよしよし。さあちょっとヒットがねまだないので、やっべ、ここは絶対に打たないと。ウィルソン、ピッチャー変わってますね。フォーシーム、カットボール、スライダー、ツーシーム。もうストレートかスライダー系で2種類ずつって感じですね。うん。うん、いやー、カットボールなんだ、今。ストレートかなと思ったけど。これはなんだ、スライダーか。ああですね。いやちょっと高めに来てほしいな、本当は。高めの方がホームランにはしやすい。いやボールじゃん。せめて同点にしないとな、ここは。
ボールじゃんこれも。くそスライダーに3連投か。さあこの次の球が勝負ですね。使えなかったし、ショータイム。超振り遅れ。やべえ。やべえなこれ。これ負ける可能性大だな。あー負けちゃったか。うーん、いやちょっとタッカーブレーキだったな。Winds up a slim one-run victory in the end as we get you one final look at our line score. いやちょっとヘンドリックスで一つ落とすのは痛いですね。あ、こういう感じで、そっか、じゃあ1ゲームごとにこうやってちょっとなんかヒーロー的な感じで取り扱うんですかね。と1試合ずつっぽいな。さあ行きましょう、2戦目ですね。先発ブレーブスはルーカス・シムズですね。さあちょっとタッカー頑張んないとな。え、どういうこと？ん？いいのか、なんかよくわかんない今の。With that, a look at the Cubbies starting lineup. Dan, who do we keep an eye on? Well, Matty, the guy I'm here to see is Big Chris Bryant. Like, this guy is a career 300 hitter. You talk about consistent. He delivers a... さあ、行きましょう。Standing in, Tucker. 結構雨降ってますね。ピッチャー一応確認と。ボティースタかな？フォーシーム、スライダー、サークルチェンジ、カーブ、ツーシーム。結構球種多いな。しかもアンダースローかい。アンダースローでそんな球種投げんだ、すげえな。いいとこに落とすね。しかもまた負けてんじゃんね、 2-0 で。あー捉えたかなと思ったけどダメか。やべえ 4-0 じゃん。よし、これはヒットだね。 OKOK。 OK、 よし。いやー、ようやく出た。Wow, the pitcher must be just shaking his head. That pitch wasn't anywhere near the strike zone, but he gave it the old tomahawk. さあこっからちょっと点数取ってほしいな。 4-0 は流れ的にまずいな。いやーダメでしょそれは。次誰だろう、アルビーズかな。あー、アルビーズですね。お、あー惜しい。ファーストライナーか、惜しかった。お、OKOK、2点返してる。まあ、ピッチャー変わってないですね。He's pitching well. We're working into the middle innings right now, but this is when he's really going to have to bear down when you start going through that lineup the second and third time. ダメだ。結構打球が上がんないな。ここ最近。お、チャンスだぞこれは。しかも満塁かい。あ、っていうか勝ち越してんじゃん。よしよしよし、これは。うまいことこのまんま点差突き放したいな。もうこれはもうショータイムでしょう。
フォーシーム、カットボール、シンカー、チェンジアップ、カーブ結構あるけど、なるほど、結構まんべんなく投げてるっぽいな。これはでもなんかチェンジアップとかそんなんだね。よし、OKOK、まあ、ゲッツーにさえならなければワンアウトなんでね、最悪犠牲フライでも OK。 くっそー、なんでだ、なんでだよ、それはダメだ、やっちゃ危ねえ、勝った、でもよかった。いやーでもちょっとタッカーいいとこで全然打ててないっすね。いやシーズンの勢いどこ行ったんだっていうぐらいですけど、いやでもちょっとね、試合の序盤4点取られた時はちょっとびっくりしましたけど、というかちょっとね焦りましたけど、まあ良かった最終的に。おー、7回がビッグイニングだったんだな。 OK OK、 よし、これでとりあえずタイに持ち込めましたからね。いやーこれ負けてたらもう一気にね、相手にリーチってとこでしたからね。ヒット2本、ホームラン1本で3打点、ナイス。はい、ということで1戦、まあ、1敗1勝ということで1勝1敗、タイになってます。まあ、次の試合でどっちかが勝つかで結構変わってきますね。ブレーブスとしてはもちろん勝ちたいですけど、これ負けるとかなり追い込まれる感じになるので、そこだけはちょっと避けたい気はしますけどね。一応先発はねルイス・ゴハラなんで、まあ結構今シーズンピッチャー陣の中では勝ってる方の選手なんで、ちょっと期待したいですね。あれでもこのバッティスタってさっき先発したピッチャーじゃないのって感じするけどね。またここで投げてくるのか、もしかしたらそのパターンもあんのか。まあそうですよね、短い期間だしね。なるほど。で4戦目がこのロビーエリア、あ、うん、アーリンかな、うんですね。まあ、この選手も結構左投げのピッチャーで比較的勝ってる選手なんでね。で最終戦がまたヘンドリックスか。で向こうはなんだろう、ホセン、分かんないけど、ということで、とりあえず1勝1敗になったところで、まあ、時間的にもねいい感じなんで一旦区切りにしたいと思います。はい、ちょっとタッカーがね、まあ、不調というか出だしあまり良くない感じなので、ちょっと今後に期待したいですね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。もしよかったらぜひチャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。